ちは、こんばんは。仲人ハッピー結婚ショーチャンネルです。今日は埼玉県秩父市にあります、秩父といってもかなり遠いんですけど、西の国ふれあいの森森林科学館というところにお邪魔してます。十文字峠あたりの針葉樹林帯です。桃李、シラビソ、コメツガなどが独特の景観を見せています。はい、あ、疲れた。しっとりと一帯を覆っている苔、秩父の苔類はその種類の豊かさで全国でも指折りです。林内にはいろいろな動物があります。ホシガラス、リス、ホテイなども咲いています。これはクモイコザクラ。2000メートル級の山々が姿を現しました。拳台、徳佐山、阿夫山、仮坂嶺などの連山です。連邦のほぼ中央にある拳台は、長野、山梨、埼玉の3県の境界にそびえる秩父山塊の名所で、本州の分水嶺とも言われ、日本を代表する河川の源です。西に日本海で注ぐ信濃川の源流、千曲川、南に太平洋へ注ぐ富士川の源流、上吹川、東に東京湾へ注ぐ隅田川の源流、荒川。このように三方に川が振り分けられています。東側の橋下、新野沢から流れて荒川の源流です。原生林の中、太古のまま休むことなく流れ続けています。秩父山地には20を超える峠があります。この十文字峠もその一つ。昔から峠道を通じて人と物の交流が行われてきましたが、険しい道を行き来した往時の人々の苦労が忍ばれます。これは峠の道のりを示した寄観音。十文字峠の吾妻釈迦。
毎年6月上旬から中旬にかけて見事な花を咲かせ、人々の目を楽しませてくれます。ゆっくりと春を送り、やがて夏を迎えるのです。激しい水が命の歌を歌います。奥秩父を代表する川、中津川です。中津川は十文字峠付近を源流とする水系で、見事な渓谷美を見せています。この豊かな水が木を育て、山を守っているのです。険しい姿を見せて佇むのが両神山です。両神山もまた秩父を代表する山です。鹿の親子が遊んでいました。秩父にはいくつかの猿の集団があります。これは三峰山付近の猿です。
しい模様を見せるのはアサギマダラです。ゆっくりと暮れていきます。深い秋の訪れました。落葉時間真っ赤に山を染め上げています。新の沢です。ここにも秋が訪れています。谷川のせせらぎが新山のメロディーを奏でています。新の沢からさらに奥へ分け入ったところに、千個の響きを立てて千畳の滝が轟いていました。キノコが生えます。結構長いですよ、やっぱり、うん、なのでちょっと編集して一気にだと無理なので、大体10分から15分ぐらいにするので、2回にかけて山里に秋は訪れました。なんといっても秋は歌っている。山の幸に恵まれた奥秩父では、そちまちや田楽芋料理など、昔からの独特の料理が作られます。ただ、ね、食材なんですね。とちまちを作っています。いろりを囲って楽しい。話の魚は田楽芋のイワナです。奥秩父の秋は次回、もうすぐ長い冬がやってきます。秩父の山々は冬将軍を作っているということで、コロナでも2年やってないです。作ってもやっぱり人にあげづらいじゃないですか。それまではほらみんな待ってたんだけど、この時期だからやめた方がいい。山の上は一面の銀世界、木々には無量が、自然の厳しさが目の前に広がる。でも違うんですよ、やっぱり中津の川に雪が降りました。逆に大変練習だから、私はとついで初めて
津川も雪景色です。しかし、ね、春に向けて自然がしっかりと力をためているのです。県民のところも一応雪も溶け始め、再び春が訪れようとしています。なかなかないんで、効率化っていう衝撃作ろうってチャレンジしたの。大自然は悠々と変わらぬ営みを続けるのです。大丈夫です。すごいですね。ああ、ふにね、もう準備してあるんですね。なるほど、すごい。ここが学習室だそうです。ああ、かわいいですね。ああ、なるほど。なるほど。ああ、なるほどか。この建物もかっこいいですね。ねえ。はい、すみません。ありがとうございます。今日は、ご案内していただきました、井原さんです。どうもお世話になりました。ありがとうございました。